世界大戦中にイタリア海軍がボルドーに設置した潜水艦基地であり、1940年から1943年にかけて大西洋の戦いに出撃したイタリア海軍潜水艦の母校である。この名称の前半のベータはボルドーの頭文字をキリシャ文字と見て不調化したもの、後半のソンはイタリア語で、潜水艦を意味するサマージブルの最初の3文字を取ったものである。 数軸国海軍の協力は1939年6月フリードリヒスハーフェンにおいて鋼鉄協約及び技術交換協定が締結されてから始まった。イタリアの参戦及びフランスの降伏の後、イタリア海軍はドイツのフランス占領地域であるボルドーに潜水艦基地を設立した。イタリア海軍にはリスボンより南の大西洋が 紹介海域として割り当てられた。基地は1940年8月に開設され、1941年に接取したフランス旅客船、ドグラースを1942年6月に、ビシーフランス政府に返還するまで潜水母船として使用した。ドイツ海軍の潜水艦隊司令カールデーニッツ提督の統制下で、イタリア海軍のアンジェロ・パローナ提督が、 ベイタスサム所属の潜水艦の指揮を取った。ベイタスサムには約1600名が所属していた。基地は最高時には潜水艦30隻が母校とし、カンドックと肛門を持つ白鏡に着備えていた。陸上の兵舎は警備に当たったサンマルコ連隊250名を収容した。2番目の基地はラロシェルのラパリスに設置された。この第2の基地により、ボルドーではできなかった。 水中訓練ができるようになった。1940年6月からイタリア潜水艦。これらの紹介は無事に終わり、6隻の潜水艦はボルドーの新基地へ帰還した。イタリア潜水艦は初期にはウェスタンアプローチを紹介海,海域として割り当てられていたが、同盟国ドイツ潜水艦隊には当てにされていなかった。デーニッツはイタリア潜水艦隊について、 現実主義的な見方をしていて、彼らは経験が浅いものの偵察には使え、さらに経験を積んでいけるものと考えていた。イタリア潜水艦、バルバリーオベイタスサム所属の7隻の潜水艦が、大日本帝国海軍との間の共同作戦並びに軍需物資の輸送のために改造された。そのうちの2隻は、日本軍の占領区域に向かう途中で、連合国軍により沈められ、 日本軍の占領地域で共同作戦の任務に就いた3隻は1943年9月のイタリアの講和後に日本海軍との共同作戦のために派遣されていたペナンにおいて日本海軍とドイツ海軍により接収され、以後ドイツ海軍によって使用された。その後1隻はドイツ海軍による作戦活動中にイギリス海軍の潜水艦により沈められ、 残る2隻は1945年5月ドイツの降伏により、ペナンにおいて日本海軍に接収され、終戦までの間使用された。残る2隻はボルドーでドイツ海軍に接収されたが、その後は使用されなかった。デーニッツ帝督は1941年夏に防空施設の U ボートカーをボルドーに構築することを決め、1941年9月に建設に、 着手した。強固なコンクリートの構造で、幅245メートル、長さ162メートル、高さ19メートルで、屋根の厚さは、軽流部分の上で5.6メートル、背後の整備区域の上で3.6メートルだった。1942年10月15日に、ドイツ海軍第 12U ボート船体が、クラウス・ショルツ少佐を指令に、ボルドーで設立された。 1943年1月17日に U-178 が最初に基地の文化を使った。基地はイギリス軍により何回か爆撃を受けた。1943年9月のイタリアの講和後に基地はドイツ軍に接収された。一部のイタリア兵はイタリア社会共和国とは無関係にドイツ軍に加わった。この期間中手持ちのイタリアの切手には ムッソリーニの国家への忠誠を見せる、かずぎが行われた。最後まで残った2隻の U ボートは1944年8月にボルドーを離れた。これは連合国軍が基地を占領する8月25日の3日前のことだった。最後に残ったドイツ海軍兵はドイツ本国へ帰還しようと試みたが、1944年9月11日にアメリカ合衆国軍の捕虜となった。 1940年、28隻すべてのイタリア潜水艦は、最初に地中海の基地からジブラルタル海峡を経由して、大西洋に入り、ベイタッサムを基地とした。28隻全部が事故もなく到着した。1941年、別の4隻のイタリア潜水艦は、イタリア領東、アフリカを基地としていたが、東アフリカ戦線で植民地を失った後、 基地に到着した。4隻全部が希望本周りでベイタスサムへとたどり着いた。1940年に地中海から派遣されてきた艦船9 4 1年夏の間に航海艦隊から移動してきた艦船9 4 1年一部の潜水艦が地中海に戻ることとなった。ペルラ、グリエルモッティ、ブリン、アルゴ、ベレッラ、ダンドーロ、エエモ、オタリア、 モチェニーゴ及びベニエロ・グラウコの10隻が移動したが、そのうちのグラウコはイギリス海軍によって沈められた。1942年にはアミラリオ・カーニが派遣されてきた。U ボート文化は爆弾の衝撃にも耐えられるように設計された大規模な補強工事が施されていて、解体することが不可能だった。 数年前から4万2000平方メートルのうちの約1万2000平方メートルに舞台芸術、展示会あるいは夜のイベントのために文化センターを建設するために改修されていて2010年に公開された。ありがとうございます。